Konnichiwa, everybody. Let's rock it. Hell yeah! ロックに抱かれて眠れ。よー！ Rock Fujiyama！ Hello, everybody. It's time for another edition of Rock Fujiyama, bringing you the real rock spirit from sunny LA. This is your host, Kenny Lai.おはようございます。もうゴールデンウィークなのに僕は全然休んでないんだよ。なんでなんで？めちゃ激気モロ多忙ですよ。モロ多忙。何そんなに調子よ。僕の新しいソロアルバムがそれから出るの。楽しみだね。そして毎回世界のロックスターを遊びに来てくれているロックフジヤマ、今日はロックなギタリストを遊びに来てくれています。誰かな、はい、日本から来てくれたスーパーギタリスト、ミスター吉尾野村。うん、やるね。あのところで野村さんが初めてガツンときたロックの曲って何ですか？うん、それキスでしょ。おお、キス、うん、絶対キス、うん、キスの C っていう曲がある。あ、いい曲だよ。重すぎ。ダメなの？今のダメなんですか？僕の知ってる C はめっちゃ軽いんだけど。軽い。中間ぐらいでお願いしますよ。All right, get ready for the guitar battle of the East and West. ヤシのロック、ハガウダイ。野村芳雄さん、花歌ゆえようこそ。おしゃれだな、この曲タイトル、すごいおしゃれ。もちろん、あの野村芳雄さんも花歌歌われますよね、お風呂入るとき。だいたいピンクフロイドからイエスまで。では、そんな野村芳雄さんの花歌を、はい、マーティンにギターで当ててもらいましょう。よろしくです。はい、お話にならんぜ。知ってるそれ。ザ・グッバイのありがた迷惑。惜しい、誘惑迷惑。第1問目お願いします。ヴァン・ヘイレンの Ain't Talking About Love。 素晴らしい。好きな曲じゃないけどね。どう？どう？どうしようか、僕も東儀秀樹になっちゃったかと。はい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 。待てかな。
The Beatles No Revolution tonight. 正解。見事勝利した、マーティンやシェリーからじゃあ。はい。ね、テルミア。ということで今日の花歌ゆ、より野村義雄さんのロックスピリットを理解した勝者は、はい、マーティン・フリードマンでした。オタクの米腐ってるよ。全然お金がないのに。マーティのロックミーツザライジングソン。ここ LA のスタジオから衛星中継でお送りしていますロック藤山。本日のゲストは日本からやってきてくれました野村義雄さんです。どんどん勝っちゃうな。行ってみたかったんですね。そう、行ってみたかった。マーティさんが日本の音楽は全てロックだと言い切るロックミーツザライジングさん。なんと日本の視聴者からエアメールが届いてます。すごい、ね、たくさんいただきましたね。こんなにたくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく見ています。ところでピンクレディの UFO はさすがにロックではないと思うのですが、ご検討のほどよろしくお願いいたしますというメール。あーというか、それはどう聞いてもロックだよ。どう聞いてもゴリゴリロックですよ。コードパターンは、ロカビリみたいなやつ。そうだよ。コードの音はなんか何曲もアメリカの50年代の音楽に入ってますよ。じゃあちょっとね、あのこの UFO がいかにロックなのか、うん、このステージで証明してもらいましょう。ね、ライジングサンライブ、フィフティーズな UFO にしびれろ。アメリカっぽい曲ですよ、うんうんうん、50年代のアメリカって言ってたね、マーティンの説明の意味がよくわかりました。わかりました、よかったね。ロック100人一首。本
本日の対戦は野村芳雄さん対マーティン・フリードマンさんです。今回のアルバム札はこちら。スーパーギタリストのお二人にはギターが印象的なジャケットを取り合っていただきます。ロック百人一首ギターヒーロー大会。はい、ギターの読み手はこちら、はい、ロリさん。結構なお手前です。マジか。ロリさん、ギター読みをお願いします。はい、ヴァンヘイレンじゃん。 You got it! ヴァンヘイレンといえばやっぱりこうギターの革命児よね。やっぱライトハンドでね、はい、とっても有名でございますけどもね、当てなきゃいけないんだとね。はいはい、マイケル・シェンカー。 You got it! 正解。これはでもかなりヒントでしたね、今のポーズは。かなりのヒントで、わざわざこれを野村さんのためにね。あら、特別にあの野村さんのためにこういったギターものを中心にご用意させていただいたんですけど、トレードマークのギターってあるじゃないですか、はい、例えばこのジョニー・ウィンターのファイヤーバード、はい、ファイヤーバードがジョニー・ウィンターなのか、うん、ジョニー・ウィンターがファイヤーバードなのか、どっちか分かんない。分かんないんだ。分かんないんだ。割とこうボーカルをやりながら持ってるのはテレキャスターっていう。なんでだろう。これはテレキャスターが歌を歌わせるんだよ。あれどうしてもこうかき鳴らしのイメージがあるんだよね、うん、でもテレキャスターはストラトよりもこう音がぶっとくて、うん、レッドセッペリンの1枚目2枚目なんか全部テレキャスターの音だ。さすが野村さん。そうそうなのよ。さすが野村さん。さすが野村さん。ロリさん、ギター呼びをお願いします。ああ違ったかな。DC DC? じゃあ判定はシェリー。 You got it! Yes! どういうお店？たびたびロック忍者よりますでございます。今日はこんなスーパーギタリストがお三方揃ってるってことで、あの名曲をぜひ聴いてみたいのですが。あの名曲と。私も大好き、ホテルカリフォルニアでございます。感激でござる。泣いてる。はいはいはい。ダイヤストレイツ。判定はシェリー。You got it。Aerosmith. You got it! Oh,
ロック百人一首勝者はマーティ・フリードマン。素晴らしい。見事勝利を果たしたマーティにはこちらの名人の証歌舞伎スカルを差し上げます。はい、またよまたよ。さあ今夜も熱く燃えましたロック藤山、いかがでしたか野村さん。今日は LA までありがとうございます。すっごい楽しかったです。またあの LA にぜひ、はい、来たいと思います、はい、なんかすごい普通の感想でボケないのかな待ってしまいましたけどね。野村さんとホテルカワフォーに引くなんてすごい怖かったよ。めちゃめちゃかっこよかったね。私はやっぱり UFO がすごい嬉しかったですね。あのカラオケ18番なんで。なるほどねだからWe'll be bringing you back Rock Fujiyama next week from right here in LA, so don't forget to check it out. Until next week, keep on rocking! Hell yeah!